っと、ないない踊らせちゃって、ないからしょうがないよね。ないからしょうがない。罰ゲームみたいなもんだ。罰ゲームみたいなもんだ。ということでね、まあ一人あるあるの人いるんですけどね。はい。やらされてる。そっちやらされてるんですけど、さああっという間にオッツパーク杯初日か終了いたしましたけども。はい。今日ちょっと難しかったですね。難しかったですね。なんか初日なのにね。ね、なんか中穴みたいなところが結構来ている印象でしたよね。うんうんうん、まあでも太郎さん最初の方にね、そうポーンとポーンと2点取ったんで、すごくないですか。もうなんかね、その後余裕のこいてる感じで一人だけね余裕の太郎。慎吾博士に乗ったのが失敗だったね。なんて言うんだなんてこと言うんだ。嘘です。あのめっちゃ惜しかった。でもそうなんですよね、なんか展開、初手とかもあってたんだけど、だそれこそね、オイス選手の仕掛けどころがちょっと違ったとか、だからちょっとした展開のあやでしたよね。最終とかどうだったかしら。最終だからあれよね、ここね、目はあったんだけどねって感じですね。頭がこれあれでも井上選手が出ていけなかったんですよね。コースなかったんだ。うんうん、ね、山田選手、神田選手で井上選手と。そう。あのね、コースがなかったんですよね。そっちのハサミはきついです。そっちのハサミきつい。ね、番手がなんかズブズブみたいなハサミは取れなくもないけど、うん、間空いちゃってハサミ。そう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 。これはね、そうなんですよね。だって。そうなんだよな。そもそも先行と見ていて、まあ、合ってたんですけど展開的にはね。まあそんなな、過去のこと思い悩んでもしょうがないからな。いやでもどうですか、その当たるの、まあ、当てるのは難しかったんですけど、今日一日いかがでしたか。いや本当なんかそんな感じでしたね。なんかそのこうなるだろうなっていう展開だけ当たっても当たらないんだなっていうのが勉強になりました。ね、でもなんか展開当たると競輪ファンってもう当たったみたいな気持ちになるんですよ。ああ、なるほどね。だからいいんですよ。なんか最後の最後にピュンみたいな感じで違ったりするじゃん。なんかちょっとずれるんですよね。うん、そうか、むずいな。うん、なんか今日は難しかったです本当に。私的に惜しくもなかった、惜しくもなかったから、なんかもうでも途中でもなんかどこでしたっけ、10レースかな、なんかここすごい惜しい、近かったみたいなところありましたよね。なんかお誕生日のやつが、まあ、あのちょっと惜しかったのと、その後なんかその、うん、これとこれとこれは来ないみたいに言ってたのは方向性は合ってた。そう、方向性が合ってた。三谷選手と松岡選手のところのお誕生日車券が方向性あったんだけど、ちょっとずれたってやつね。え、なかなか誕生日はな、出たかったな。ねえ、ちょっと人気どころだっただけにちょっと悔しいですけどね。ねえ、田中さんどうです、一日通して。いや、楽しめましたね、とりあえず。で、まあ、競輪で展開考えるじゃないですか、うん、展開考えると目が絞れるんですよ、うん、あのね、並びとかね、はいはいはい、この並びしかないみたいな、何来るか分かんないけど、男はこの並びみたいなのって展開で多分予想できるから、ね、もうちょっと、もうちょっとだったね、なんかね。ね、なんかその、ここが前にいるんだったら、その後ろ、おそらくここだろうとかっていうね、いうのがあると、まあ、見えてきやすいって言いながら、私はもうめちゃめちゃ広げる人だからあれなんですけど、散らかしてるけど。でもすごい2点で取ってますからね、大きな方を。そのお誕生日の時だったと思います。お誕生日の時か、そうでしたね。あれそうだっけ、412とかで。あ、そう、伊藤の412。そう、そう、421だったら取れてたんでね。そうで、412と421とか。そうだって、私もまた取れたんだけど、ガミったとこだ。で、10枚入れたから16,000。あと大事なのは、なんか話題に上がったやつ、うんうん、コーサみたいなね、うん、あ、コーサね、コーサ来た、それ取れましたもん、うん、コーサが。それはね、気づかなかったのが後から悔やまれた、悔やまれた。たまにね、会話にヒントあるから。やばいです、結構おかしなこと言ってますよ。ちょっと違うけど、太郎さん。いやいや、楽しいじゃないですか、そういうのって。いや、楽しいですよ、楽しいんですけど。いや、楽しいですよね。でもなんか、すごい、なんかオカルトだ、それオカルト嫌いなのは、でも、ふみやさんか。どっちかって、もっとオカルトディスるの好きですよ、僕は。実は実はオカルト使わないけど好きなの。使わないけど、風も使わないけど来るのはわかる。そう、あ、感じるけど、麻雀でもオカルト感じるけど、ちょっとこれかっこ悪いじゃん。
みたいな。なんかかっこ悪いとかあるんですか。え、だって遊戯王だとそれじゃないですか。なんか俺はこのカードにかけるぜって引くのかっこいいじゃないですか。で、城之内くんは絶対引くんですよ、時の魔術師を、うん、でしょ。かっこいいじゃないですか、わかんない。わかんない。今合わせてただけで。あ、わかんない。え、マジか。時の魔術師とベビードラゴンわかんない。そかそか、大丈夫です。ということでね、そう、あっという間の食べ頃でしたけどね、今日一日。まあ、明日もっと荒れるだろうと言われてますけど、2日目。どうしましょうね。とりあえず、見てきます。私もちょっとレースダイジェスト、うん、ちょっと見まくって。誰がどうだったか。で、あ、この人いけそうだなっていうのだけ見ておきますね。そうですね。そこ絞ってくるとなんか調子、今実際に展開のあやで来なかったけど、この人でも調子自体悪いわけじゃないよねっていう選手を見ると思うので、私もごめんなカッポジティブな。あと 10m だったら1着だったのにみたいな選手をちょっと見つける。 10m 長いな。だって 10m って、まあ岸はだって 56.7m なんですよ。いやでもあと 10m あったら来たんじゃないかって選手ってさ、やっぱ力あるってことじゃないですか。でも5m にしてください。 10m だとだって 46m の直線と 56m の直線違いすぎます。明日は展開変われば来るんじゃないかって。まあまあまあ、そうですね。さっき、まあそのあやってことですね、展開のね。まあ明日があるさって感じですね。もうそれしかないですね。まあまあまあ、なんか私たちが撃沈したからかわからないんですけど、なんかタモさんのことも撃沈した人みたいな感じで、ね、染めちゃってる。暗い雰囲気で合わせてるけど、僕勝ちましたからね。勝ってですよね。それだけちょっとね、まあいいですけどね。そしてプレゼント、これすごいですよね、泉さん。これすごい貴重な品じゃないですか。なんかたまたまもらったんですよ。え、それ名刺に何か個人情報入ってないの？あの、連盟の事務局が住所とか。いや、それは家の住所書いてあったら怖いでしょ、それは。いやすごい、でもこんなね、レアもの、ね、そう、でもレアもんです、これはね。そう、結構でしかも箱の重厚感、うん、箱の重厚感がなんかすごいっすよ。汚い、ね、この名刺欲しくなったもん。欲しいっすね、金の名刺。名刺交換にこれでって出したらすごくない？なんかすごい、なんか金持ちみたい。ああ、金なんだけどみたいな。でもこれちょっとあれかもしれないですね、名刺入れの多分厚み的に3枚分ぐらい。確かに場所取る。いいな、かっこいい。これ飾るもんですよね、もうね。まあ使うもんでもないか。いやかっこいいよな。ぜひちょっと皆さんね、ちょうどいいアイテム持っててよかったです。ああ、すごい、ちょうど良すぎますよ。何でもないもん、私もこれなかったら本当にすごい。だからね、ヘパリゼ当たった人ごめんなさいなんですけど、逆に。いや、これきついよ、明日。本当に負けれない戦いになってきた。持ってないから。持ってないから。ないない。物ないない。だってね、本当に荷物少ないんですよね。買った方がいいんじゃないですか。今だって、でも買いに行ける。そんな買ったものじゃない、ダメでしょ。パンツとか入れない。わかんないけど。それしかないですよね、だって靴下とか。いや、僕のパンツはどうしようもない。ということで、もうね、もうね、まあ初日はね、まあちょっと中穴が多くて、ちょっと狙うの難しかったですけど、まあ2日目、明日は水口さんが来てくださるということでね。はい。そう、私はね、だから今日でもうおしまいだから、もうズームしかないんですけど、2人はね、まだまだ。いやいやいや、あの、ちゃんとその気持ちを背負って、泉さんを背負って、はい、やっとーって言いながら走りますよ。よろしくお願いします。はい、本当よろしくお願いします。リベンジを、はい、いやいや、僕も一緒に、これは泉の分だってやるから。これは泉の分、これはゆきこの分、そしてこれは鈴木の分、そしてこれは鈴木の分、いろいろ入ってくる。多めにね、そう、あの半分に割ってね、やりましょうねっていう感じで、ちょっとぜひね、まあ2日目どうなるかな、まあ頑張ってまいります。ということで、初日のゲスト泉育子さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。本当不甲斐なくてすいません。何も面白いところ見せられなかった、ごめんね。とんでもない、とても悲しい。いや、ない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 、お金がないよ。